Hey guys, James here, and this is a walkthrough for Warriors Orochi 3 Ultimate. Hey guys, welcome back to the walkthrough. Today we're off to the struggle for Ueda Castle. Now the recommended team was Yuan Ji, Tai Gong Wang, and Ma Dai, but because I used Ma Dai already last video, I decided to substitute with Hanbei because he also takes part in this battle. しかし彼女が再び奪われたとの報を最後に城の警護に当たっていた兵と連絡が途絶えてしまった。かぐやは上田城の方角に時空の歪みを感じ取る。時を渡って紡ぎ直してきた道に 強大な力を持つ者が介入した。その力は上田城の現在を変えてしまう可能性すらあるという。王者に対抗するための要をを失うわけにはいかない。王元気は再び城の奪還を申し出る。時空をねじ曲げるほどの力を持った存在とは 一体何者か。討伐軍の面々は状況を確かめるべく上田城へと向かった。妖魔たちが上田城を攻めている。一体ここで何が起こっているのかしら。私にも分かりかねます。ただこの地全体からは歪みを感じます。この世界も 外側から投じられた石で時の大河が波立っているかのような。その強い力が上田城の守りを崩した。ここからじゃ分からないね。様子を見ながら城の中に入ってみよっか。俺はそんな力を持つ人に興味あるな。心強い仲間が増やせるかもしれないじゃん。 Now in this stage, basically, after Sima Zhao and Yuan Ji reclaim Ueda Castle, someone else has attacked it. And in this stage, we're introduced to a new Warriors Orochi exclusive character. もう一度取り戻す責任がある。上田城周辺に謎の城が現れました。我らの市民が食い止められています。炎章はまだ来ないようだね。ああ、我らだけで十分よ。城の周囲の奴らを一掃しろ。 Alright, the first thing you have to do is help this mysterious force propel the demon army. まだ城を守るため、どこから。また増えたか。 この扉は強い術で閉ざされております。ここを守るために特別な力を持ちかけ。やむを得ん。撤退だ。
Now once the demon army slash Yuansha army has retreated, the mysterious force will turn against you. Now our next task is to eliminate this mysterious force. These enemy officers all have really weird names. Now my only concern that you need to worry about is if you don't hurry and take out these enemy troops, Kaguya could run into some trouble. You can avoid this by simply heading up north to eliminate the enemy officers up there first, because that's where Kaguya is. But if you're fast enough in general, then you shouldn't worry what order you do these in.私には叶わなかったな。あの兵たちを操る人はどこ？この辺りにはいないみたいだけど。それだけしっかり守ってたのに、妙だよね。まさか遠いところか。 Alright, so I took too long, so Kaku, you're slowly struggling. I'm gonna head over there right away now. Now once all these mysterious enemy officers have been defeated, you have to head to the center of the battlefield to meet with someone special. Oh,
ほんのひととき留守にしただけでこのありさまか。あの妙な兵たちを操っていたのはあなた？妙なとは心外な。あの士気たちは私の留守中この地を守っていただけのこと。士気？まさか貴様は安倍の生命？おや残念。せっかく遠い時空を越えてきたというのにここでもその名に縛られるか。時空を越えて？ああ、ちょっとした散歩だ。貴様があの高名な安倍の生命として今まで一体どこで何をしていたのだ？元の世界との架け橋を作ろうと思ってね。この地の流脈を見て回っていたのだ。So now we're introduced to the new Warriors Order Chief, exclusive character Seimei Abe. He's a folklore Japanese fairy tale, I guess. I'm not too sure about it. If someone knows more, please let me know. Alright, at this point, Yuan Shao and the Demon Army return. And of course, our end goal is to defeat Yuan Shao. たちには引き続き頑張ってもらおうか。グループの課題もではなかったよ。すっごい心強い味方ができちゃったね。これならずっと城を守りきれるよ。先の戦い我らの罪は痛恨の極み。今度は以前のようにはいかせぬ。我らが炎章様の刃となるのだ。頼もしきことよ。我らの国を立てるため励むがよい。この地にはあやかしと共に戦う人もいる。元の世界はなかなか理解されなかった。あなたもご高名な方のようですね。存じ上げず失礼しました。知らない顔が気を継ぐだったのでなかなかうまくはいかないものだね。やりおる。敵将討ち取った。おお、一段と冴えておいでですな。これは出番。これはいく。ほう、なかなかの術者のようだな。戦界を探してもそれほどの存在はいまい。そうですね。そういうあなたも強い気を持っておられる。我が気を読んだか。人界には力を持つ者がまだいるようだな。この城を冥族の庇護下に置き、人と妖魔の共存する国を築くのである。堀内、またお仕置きされたいの？天才炎章様、仕分けありません。テッコッ。連続に敗北の文字はない。二度目ならなおさらよ。悔しいが、これは引かねば。敵将、私にはかなわなかったな。やりおる。これは敗北ではない。再起を図る転身である。これで責任は果たせた。でもまた城を奪われないようにしないと。ならば城の守りに我が士気を用いるがいい。迷惑をかけたわけだ。
力になろう。この戦、最初から勝つことは分かっていた。私の指揮が迷惑をかけたな。しかしこの世界も興味深い。ここは私たちにとって生き抜くべき現実。物見うさならどこか別でどうぞ。悪かった。気分転換に時空を散歩していたら偶然ここにたどり着いた身なのでね。それは散歩なのか？私の感覚ではね。だが龍脈の力を借りても元の世界との架け橋はできないようだ。なのでしばらくこちらにお邪魔するよ。あやかしを倒すならば私の力も役立つはずだ。Alright guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.